オーディオルネサンスへようこそ。オーディオビジュアルプレゼンターの榊はじめです。この動画では明日開催のオンラインのオーディオショー、オーディオルネサンスオンライン2021スプリングの事前案内をしていきます。最初に空気録音について。オーディオルネサンスオンラインはあくまでもオーディオショーであり、実際に再生される音楽の存在なくしては成立しません。ということで、オーディオルネサンスオンラインでは実際にスピーカーから出ている再生音の録音、いわゆる空気録音を内容に含みます。なお、空気録音の実施の有無は出展者の判断に委ねています。空気録音という形で各出展者の視聴室やショールームで流れている音をお届けします。ただ録音、動画編集、 YouTube を介した配信、そして視聴者の皆様の環境での再生といったプロセスが重なる以上、オーディオルネサンスオンラインに限った話ではありませんが、空気録音で絶対的な再生音や機器、システム、環境による音の違いを完璧に伝えることができるとはそもそも考えていません。それを踏まえてもなお、オンラインのオーディオショーという場においても可能な限り体験を届けるために空気録音を内容に含めることは意義があると考えています。様々な比較や出展者はどのような音を鳴らしているのかということを分かりやすく伝えるために、井筒かなえさんのアルバムレイドバック2018より雨の鼓動、アコースティックラボ企画プロデュースの演奏モーツァルト、アベベルムコルプス以上の2曲を課題曲として設定しています。空気録音を実施する出展者の回では必ず課題曲が使用されますが、課題曲のほか出展者で用意した他の曲が使われる回もあります。空気録音は動画撮影とは別に視聴位置、つまりマイクを置く位置ですね、も含めてベストな状態で行っています。レコーダーにはタスカム DR100M3 を使用し、 192kHz、 24bit で録音しています。オンラインという形態ではありますが、オーディオルネサンスオンラインはあくまでもオーディオショーです。ですので、ぜひ可能な限り大きな画面で、かつ皆様が持っている最良のオーディオシステムにつないでご覧いただければ幸いです。繰り返しになりますが、空気録音で絶対的な再生音や機器、システム、環境による音の違いを完璧に伝えることができるとはそもそも考えていません。ですので、空気録音を通じて音の違いが伝えられれば嬉しいですが、仮に違いがわからないとなっても、それをもって違いはないという判断をするのは避けてもらえると幸いです。オーディオルネサンスオンラインを通じて興味を持った製品があれば、ぜひオーディオショップに足を運んだり、視聴器を借りたりして実際に音を聞いてみてください。そうしていただくことで、オーディオルネサンスオンラインは本当の意味で完結します。2日間のイベントのタイムスケジュールはこのようになっています。案内のページにも記載してありますのでご確認ください。オンラインのオーディオショー、オーディオルネサンスオンライン2021スプリングは4月17日土曜日、18日日曜日、両日ともに午前10時開始となります。このイベントを通じてオーディオの楽しさ、面白さ、奥深さを伝えることができれば、主催者として幸いの極みです。それでは出展各社のプレゼンテーションにご期待ください。